カミカミでした、すいません、いつも歌い慣れてるはずなのに、やっぱアコースティックになるとスピードとかね変わってね、はい、言い訳です、すいません、間違えました、歌詞をね間違えてしまいました、すいません、今日仕事納めだった方とかいらっしゃいますか？あ、ですよね、今日明日ぐらいが多分仕事納めやと思うんですけどね、今日はもう本当にまったりゆっくり飲みながら、楽しんでいてください。さっき、ちょっと話題になりまして、みんなにもちょっと聞きたいことがあるんですよ。私すごいムーミンが好きなんですけど、ムーミン知ってますよね。ムーミンってすごいなんかあんま流行ってなくて、でも最近ちょっと CM でちょこちょこなんか見かけたりとかして、まあでも昔から本当はずっとムーミンが好きで、こう小説とか読んだりしてるんですけど、あの楽しいムーミンか、あの漫画の楽しいムーミンか、あれは本当のムーミンじゃないって知ってました？あれは本当のムーミンじゃないんですよ。みんなが知ってるムーミンすいません笑っちゃいますじゃあ本当はね、そんなこと言いたいんじゃない、どういうこと？本当はあの私ムーミンに似てますかっていうことなんですよ。さっきすげえ飛んだ、ね、そうすごい飛びます、私はムーミンに似てないと思ってるんです、自分を。でもさっきあのムーミンに似てるっていう話になって、ちょっとこれはもう多数決を取って、まあ、多数決取るほどのねなんですけど、まあとりあえずみんなに聞きたくて、ムーミンとあとチビの実わかります？チビの実、あれどっちが似てるかで、それ似てる方を今日、私は今日からそれをあだ名にしますっていう。どっちが似てるか、ちょっと照明さん、ちょっと上がってください。先にミー聞いた方がいい。え？そうです、じゃあ、ミーに似てると思う人あれ多数決なんでね、これ私このままムーミンになっちゃうね。本当の気持ちを教えてください。素直な。素直な。うん、じゃあミー。ありがとうございます。優しいな。もしかしたらね、ムーミン、ミーにもムーミンにも似てないってみんな思ってるかもしれないですもんね。ね、じゃあムーミンに似てると思う人。はい。絶対おかしいよね、これね。絶対思ってないはず。ムーミンでしょ、じゃあ。でもまあ、ね。よっ、ムーミン。イェイ。ありがとうございます。じゃあ今日からムーミンでいきます。今日の格好もちょっとムーミンっぽいしない。じゃあ、次の曲聴いてください。次はカバです。カバじゃない、ムーミンじゃないよ。ちなみにムーミンはあのカバじゃないんで、ね、カバで優しさに包まれたなら、全てのことは冷静。
きっと